ウェーブから引き続き、今度はアイスダンスのチャンピオンの座をかけたフリーの演技をご覧いただきます。現在リンクでは最終グループがウォームアップを始めております。アイスダンスの解説は JOC 日本オリンピック委員会強化コーチの樋口豊さんです。最終グループの5組、はい、樋口さん、どのカップルをとっても雰囲気個性の異なる非常にこう多彩なメンバーが登場しましたね。そうですね、どのカップルも個性的ですので、皆さん楽しんで見ていただくのが一番いいんじゃないかなと思うんですがね。そうですね、はい、ジャッジの皆さんはそういうわけにはいかないでしょうけれども、ね、テレビをご覧のファンの皆さんはこのカップルにと肩入れをしてご覧になっている、ね、はい、あのファンも多いでしょうね、はいはい、楽しみにしていただきたいと思いますが、それではまず、この大会世界選手権初出場の日本代表有川宮本組の演技からご覧いただくことにしましょう。第1グループの第1組で滑りました。世界選手権初出場でファイナルのフリーのダンスに進んでまいりました日本の有川宮本、音楽は鬼太郎の古事記を使います。はい、そうですね。コスチュームも非常に見た目ユニークなコスチュームで登場しましたね。そうですね、なんとなくオリエンタルっぽい感じなんですよね。はい、太陽が昇るというテーマなんですけど、テーマとしては、はい、はい、音楽が非常にこうスローテンポで重厚ですから、なかなか表現するのは難しいような気もするんですが、そうですね、どこまで表現できるかですね。これがあのトゥイズルシリーズといいまして、くるくる、これを2つあのプログラムの中に入れないといけないんですよ、はい、そのうちの1つですね。よく合ってたと思いますよ。フリーのダンスもそれぞれこう課題入れなければいけない要素があるんですね。はい、はい、そうなんです。リフトの一つですね、はい、5つリフト入れないといけないんですけど、今3回転するリフトですよね、はい、5つから7つ入れるうちに2つだけ決められてるんです。リフト、これがダンススピンですね。ダンススピンも2回から3回、はい、そうですね。で、決められたダンススピンはまだ出てこないんですが、はい、今はダンススピンの一つです。これですね、あのサイドバイサイドのダンススピンという、両方が横に組んで同じ向きでスピンをする。そうです、顔が同じ向きになっているので、はい、皆さん分かると思うんです。はい、サーキュラーステップシークエンスといいまして、はい、大きな丸を真ん中で滑っておりますね、はい、丸になるように滑ります。これは今年は時計回りに回るというのがルールになってます。なるほど、回転の方向も決められてるんですね。はい、はい、そうなんです、時計回りで回らなきゃいけない。はい、よく合ってましたね。これが2つ目のツイズルシリーズですね。同じ方向へくるくるっと、はい、シンクロナイズツイズルをしてますね、はい、男性の足がもう少し締まってるともうちょっと形が良かったかなと思いましたよね。フランスに行って踊るようにはなりましたね。とっても良くなってきたと思いますよ、はいはい、表現も豊かになったと思います。これがもう一つのステップの対角線上に行くステップですね、はい、対角線上かミッドラインかを一つ入れないといけないので、これが二つ目のステップです。はい、リフトですね。
S の字のリフトですね。はい、サーフェンタイン、はい、S の字が単なるリフトも入れないといけないんで、はい、世界選手権初舞台ファイナルまで進みました日本の有川宮本ペアです。でも2人とも何か演技が終わって楽しそうですね。はい、いい感じですね。初舞台第一グループの第一滑走という日本の有川宮本のカップルの演技をご覧いただきました。有川宮本組は初の代表の演技だったんですが、これからのこの2人カップルの課題は樋口さん何でしょうか。そうですね、あの2人のユニゾン調和はだいぶ良くなったんですので、あとはスケートそのものの技術を高めることと、表情以外のトレーニングですね、はい、例えばバレエとか、あのダンスで身のこなしを良くして、動きの可能性を広げていくことが大切だと思います。多くの場を踏むということも大切ですね。そうですね、はい、さあそれでは間もなく最終グループ、どのカップルが勝ってもこのところロシアはこのアイスダンシングでチャンピオンの座から遠ざかっております。久しぶりに巡ってきた世界一のその王座を目指しまして、これからロシアのロバチェワ・アベルブフが最後の演技です。最終グループの最初の演技者として登場してきました。オリジナル終わってトップ、コードの曲が流れてきました。ロンドデビゴ、間にアタイムオブピース、珍しいですね、はい、このジャンプは本来は減点ではないかという話だったんですが、オリンピックの時も減点でなかったので、構わないという形みたいですね、はい、あまりルール上ではあまり良いことではないと思うんですね。課題を組み込んでプログラムを組んでいかなければいけません。これもリフト。そうですね、これは S 字のリフト、S 字型のリフトですね。
同じ向きで小さな旋回を入れていきます。これもリフトの一つ。3回転持ち上げた男性が3回転しているリフトですね。ストレートラインステップ、スイーケンス対角線上に踏んでおりますね。はい、非常にユニークなこのシーンで4分間の演技を終わりました。ロシアのロガチェワ・アベルグフ。今年はソルトレークシティオリンピックのメダリスト2組がこの大会に参加していませんので、まあ、言ってみれば優勝候補ナンバーワンで臨んだ世界選手権ですが、スローモーションで今の演技を振り返ってみましょう。はい、今リフトでしたね。素敵なダンスリフトですね。はい、これなんですが、アクセルジャンプになってます。オープンアクセルという形ですね。そうでしたね。はい、まあ、かつてはこの大きな、1回転以上のジャンプを入れてはいけないという規定だったルールがあるんですがね、もうオリンピックの時は吹かれませんでしたので。そうでしたね。演技はすごく短く感じましたよね。非常に演出の多彩なプログラムでした ね、はい、ドラマティックだったですね。オリンピック銀メダリスト、そして昨年の世界選手権3位のロバチュア・アベルグフ、ファーストマークです。 5.9 が1つ出ています。はい、どうでしょうね。何しろこの最終グループの第一滑走ですか。さすが、ね、に第二マークは素晴らしい感じができましたね。 5.8 が2人で、あとは全て 5.9 という、さすがに優勝候補ナンバーワン、ロシアのロバチェワ・アベルグフ、高得点をマークしました。コスチュームにイスラエルのエンブレムを施しました。イスラエルのチャイト・サフノフスキー、ソルトレークのオリンピックは6位、昨年の世界選手権も6位でした。この大会はオリジナルを終わって4位、十分表彰台に手の届くところでファイナルのこのフリーを迎えています。ユダヤ民謡を使います。このカップルも樋口さん、表情の豊かさでは群を抜いたところがありますよね。そうですね。それからとても綺麗なタッチで滑りますよね。あ、雰囲気もいいですしね。はい、はい、これはダンススピンの一つですね。はい、ダンススピンは2回から3回、はい、そうですね、プログラムに入れることができます。はい、スケーティングが非常に柔らかなカップルです。スムーズですね。スピードもありますし、氷を吐くように滑っていきますね。これはツイズルシリーズですね。とってもよく合ってましたね。これは3回転リフトですね。3回転リフト、勢いのあるターンが入っていきます。これはリンクを斜めに対角線上に行くステップですね。はい、オープンホールドというホールドをしたまま行ってます。とっても難しいステップ踏んでますね。過ぎたところです。これが規定のサイドバイサイドのスピンです。
メージとコスチュームが非常に何かマッチした雰囲気のいい演技ですね。はい、とても綺麗なコスチュームですしね。何よりもこうタッチが綺麗ですよね、この人たちはね。素晴らしいもんあると思います。これは S 字型のリフトですね。158cm の女性のチャイと 175cm 男性のサブノフスキー、非常にスリムなカップルです。さあ、キラステップシーケンスです。私は時計回りをやってますね。はい、今年のこのステップは右回りというのが、はい、そうなんです、はいはいはい、リンクの真ん中で右回りをやるということに。はい、これが2つ目のツイズルシリーズですね。よく合ってますね。ツイズルはくる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 と回るのがそうですね、はい、またリフトが入りました。素晴らしかったですね。あっという間に3分54秒の演技を終わりました。イスラエルのチャイとサフノスキー、スローモーションでエレメンツをご覧いただきましょう。そうですね、躍動感もありましたが非常に軽快 で、ね、はい、スピーディーでしたよね、で無理もなく美しいラインですね、はい、これも大変難しい3回転リフトですね。男性が3回転してます。これも今年の課題なんですよ。これ男性は難しいでしょうね。そうですね、でこんだけスピードがありますから余計難しいかもしれませんね。これは対角線上の、ステップシークエンスをやっているところだと思います、はい、スケートのホールドしたままです。ブレードから上半身の動きほとんども一体となって、そうですね、バランスのいい動きを見せました。そうですね、表彰台に立てるかどうか大変注目されるフリーの演技ですが、ファーストマークは 5.6 が最高です。5.6 の3人ね。5.3 が2人出しているジャッジがあります。5.3 はちょっと厳しいですよね。そうですね、あ、全員が2位をつけましたね。ロバチュア・アベルブフが現在トップで、その後にこのイスラエルのカップルが入っています。ブルガリアのデンコバ・スタビスキー、オリジナルを終わって5位というカップルがリンクに登場しました。女性が165cm、男性が 173cm というカップルです。オリンピックでは7位でしたが、昨年の世界選手権は10位。流れる曲はシルクドソレイユから OU。このあたりは三上さん、独創的ですね。そうですね、とても独創的なリフトですし、動きそのものがとても独創的ですね。今急上昇してますからね。あ、そうですか、はい、なかなか一つ上がるのも大変なんですが、彼らはすごくすごい勢いで上上がってきてますよね。ヨーロッパ選手権でも上位を伺う、今年は6位まで成績を上げてきています。1996年にこの新しいカップルが誕生して、97年ブルガリアの国内チャンピオンになりました。今対角線上のステップシーケンスを踏んでますね。随分スピーディーですよね。はい、3回転リフトですね。
チュームにアクセントがありますから動きもそれなりに非常にアクセントができてますね。そうですね。まずが大きなですけど、シリーズですね、はい、よく合ってました。同じ方向に小さく旋回するツイズル、今のが規定のダンススピンですね、はい、サイドバイサイドのスピンでした。最後までよく滑りますね、このパスはね、はい、最後にサーキュラーステップシークエンスをやってますね。リンクの幅いっぱいを使った大きなサークル、円を描いてステップを踏みました。胸のところに大きな太陽をイメージしているんでしょうか、ブルガリアのデンコバ・スタビスキー。スローモーション、これは最初のスタートのところですが、でもユニークな動きだったですよね、女性のレースがちょっと、スケートにかかってましたのでちょっとどうかと思いましたが、ここはうまくカバーしました。そうですね、力があるんで、そのくらい大丈夫なんじゃないですかね。そうですね、とてもユニークな、ね、動きですね。上半身の柔らかさを十分に生かした、そうですね、非常にユニークなプログラムを組んできました、はい、男性は前々から踊れたんですけど、女性はあまり、ね、踊れなかったんですが、ここ 1,2 で、ね、とっても踊るようになりましたね。そうですか、はい、デンコバ、女性のデンコバも元体操の選手だということですが、まあ、それが、はい、非常に体の柔らかさはそういうところでも鍛錬されているのかもしれません。そうですね、ファーストマークが間もなく出ます。当てました。 5.3 が2人、3人おります。最高が 5.5、 そうですね、このものだと思いますね、まあ、やはり、チャイとシャフノスキーに比べるとちょっと動きが、ステップの数なんかもかなり、少なかったような気がいたしますが、そうですね、やはり氷のタッチがよ、イスラエルの方がやっぱり綺麗かなって感じはすごくしてますね、はい、2位と判定したジャッジが1人おりますが、そうですね、通算で3位。最終組の5組、3組目、4組目が登場します。23番目の演技者はリトアニア、ドロビアズコ・バナガス。オリジナル終わって3位です。このままの順位を守りきりますと3位の座が、はいはい、表彰台ですね。そうですね、はい、2度目になると思います。そうです、はい、一昨年3位という成績があります。オリンピックでは5位でした。ダンスピンですね。このカップルも男性がバナガスが31歳、女性のドロビアズコが
30歳というベテランのカップルです。そうですね、もう動きが大きく見えますよね。そうですね、はい、3回転のリフトですね。すごいスピードで、スピードもあってよかったと思います。ツイズルシリーズですね、よかったですね。S 字型のリフトですね、はいはい、女性をリフトしてリンクを S 字型にステップを踏んでいき滑っていきます。はい、そうです。ではサーキュラーステップシーケンスですね。時計回りのです。もうスピードもあってユニゾンもいいと思いますね。とても難しいことをしてますので、女性のドロビアズコが170センチ、男性のバナガス180センチ、カップルとしては非常に均整の取れたカップルです。そうですね、綺麗な形のリフトですね。はい、美しいバランスですね。こういうの難しいんですが、ね、美しくこなしてますね。スケーティングの技術が男性女性ともにある程度のこう技術が調和していないとなかなか難しいですね。そうですね、ユニゾン的にとっても合ってますね。2つ目のツイズルシリーズですね、良かったですね。対角線上のステップシーケンスです。ご覧のようにリンクの対角線をステップを踏んでいきます。はい、これも S 字のリフトですね。非常に端正なプログラムを滑り切ったという感じのリトアニアドロビアズコバナガス。そうですね、はい、スローモーションで2人の演技をもう一度振り返ってみましょう。ダンスのリフトですね、1回転、2回転、3回転リフトですね。綺麗な形でスピードもありました。良かったと思いますね、はい、リフトは5回から7回プログラムに入れることができますが、はい、これも高い位置の、そうですね、これは S 字になっているリフトだと倒立彼女もしてますし綺麗ですね、はい、プレゼントされた王冠を頭に乗せて得点を聞きます。5.6 が3人、その他は全員 5.5 という維持点が出ました。そうですね、これではどうでしょうか、順位は上げられるでしょうか。 5.8 がありますが下は順位点です。各ジャッジが何人につけたかということですが、これではちょっと2位には上がれなかったようですね。結局現在のところは3位です。
イスダンシングのフリーの演技も残すところこのカナダのカップル1組だけになりました。シェイリン・ボーン、ビクター・クラーツ、オリジナル終わって2位。果たして逆転でチャンピオンの座が入ってくるのかどうか。去年は4位でした。その前1年間は間が空いていますが、その前の4年間4年連続3位という世界選手権の日本です。マイケル・ジャクソンのメドレーを踊ります。これがツイズルシリーですね。今のはとても合ってて良かったですよ。今までの演技に比べて非常に躍動感のあるプログラムできましたから。そうですね、どこまでロシアのカップルを追い込めるでしょうか。大きなリフトでしたね。ステップシーケンスですね、はい。まあ、彼の方がちょっとバランスを崩したんですが、問題はないと思います。このまま行ってほしいですね。サイドバイサイドのスピンです、はい。ガラリと曲奏が一変しまして、スローテンポの踊りに変わりました。素敵な動きですよね。調子に変化をつけましたね。この部分がとても素敵なんですよ。彼らはとても素敵ですね。音楽に合っていて、これがツイズルシリーズですね。はい、よく合ってます。アップテンポでエンディングに向かっていきます。入れたんですね、このカップルが。これが最後です。ここでオリンピックの時は失敗してしまったんですよ、はい、よかったですね。この世界選手権は見事にエンディングまとめました、はい、カナダのシェイリン・ボーン、ビクター・クラーツ、果たしてロシアのカップルを逆転して初のチャンピオンの座につけるかどうか。高いリフトですね、はいはい、もう難しい派手なリフトリフトですよね、うん、そうでしたね、はい。それからこのカップルの、はい、このストレ
スローの曲で、あのストレートのミッツリンクを真ん中からずっと踏むステップありましたよね、ミッドラインステップ、はい、ミッドラインステップシークエンスとっても素敵でしたよね、はい、今日は本当に好みになりますけども、僕はこっちかなという気はするんですけどそうですか、はい、おそらくテレビをご覧の皆さんもそれぞれの、本当に肩入れするカップルをそうです、ね、応援していると思いますが、はい、どちらでしょうね、キスアンドクライの表情も非常にいいカップルですが、さあ 5.8 が出まして 5.6 が1人、あとは 5.5 がいますね、6人が 5.7 はきついですね、ちょっときついですね、やはりどうですかね、プレゼンテーションがメダルの色を決めます。逆転はなりませんでした。逆転はなりませんでしたね。はい。まあでも、もうどちらも本当に素晴らしかったですよね。はい。はい、ロシアのロバチワ・アベルブフ、これで3年ぶりにまたロシアに世界チャンピオンの座が巡ってきました。しかしカナダのカップルも良かったですね。はい。はい、素晴らしい演技を見せてくれました。結果をご覧いただきましょう。ロシアのロバチェワ・アベルフ、3年ぶりにロシアに世界選手権の王座を持ち帰ることになりました。カナダのボーン・クラーツ逆転ならず2位、そしてイスラエルのチャイとサフノスキーが3位に入っています。以下ご覧のような結果で、日本の初出場の有川宮本組が24位ということになりました。さあこの最終結果、樋口さん、はい、どんな風にそうですね、もう本当に上位3組は素晴らしかったんで、どこが一番につけてもおかしくないっていう感じぐらいでしたね。でもそうですね、まあ、一番やっぱりオーソドックスに素晴らしく滑れたロシアっていう感じでしたね、やはりステップの多彩さ、それから演出の多彩さといいますかね、はい、なかなかプログラムを組み立てるのが非常に、まとまっていたという点ではやはり魅力的なカップルでしたね。はい、はい、ロシアが3年ぶりに王座復活です。ダンス王国のロシアのカップルが再びこの一番高い表彰台に上って金メダルを受けました。ロシアのロバチェワ・アベルブフ、3年ぶりの王座復活です。これはロシアにとってもこの大会は非常に大きな意味があるでしょうね。そうですね、3年ぶりですからね、はい、これでまたロシアのダンスへの復活の兆しがおそらくまた来年見られるんではないでしょうか。そして第2位はカナダのボーン・クラーツ組です。これで怪我でちょっとブランクがありましたので、また表彰台復活ですから、来年へ向けての活躍が大変楽しみですね。そうですね、はい、頑張ってもらいたいです ね、 非常に艶やかな表情で演技を終えて銀メダル。そして第3位です。イスラエルのチャイとサフノスキー、4位からの逆転の表彰台ですから、これは価値がありますね。はい、素晴らしいですよね、スケーティングそのものが素晴らしいと思うんですよ、はい、できることならもうスケートそのものは一番じゃないかなっていうぐらいな 気がしますよね。そうですね、それほど素晴らしい演技を見せてくれましたね、はい、はい、今日は3年ぶりロシアにアイスダンス王座復活を皆様にご覧いただきました。解説は日本オリンピック委員会強化コーチの樋口豊さんでした。今日はありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。さて、2002年の世界フィギュアスケート選手権長野大会、いよいよ明日は最後の競技になります。女子のフリーをお送りする予定です。日本のスグリ、オンダ、この2人が最終組で滑りますが、オンダに続いて表彰台の大きな夢がかかっています。明日の女子のフリーをどうぞお楽しみに。